ですね。変態ゲームよし、それではまだ特別授業ね。はい。最近、最近というよりもね、これ多いよね、吠える類で、まあ吠える犬に限る、まあ今日は吠える犬ということなんだけどね、吠える犬に限らず飛びつく犬とか、あの噛みつく犬とか、じゃあそういう犬を作り出してしまう主な原因、大きな原因かな、わかる？大きな原因、うん、大きな原因となってるもの、ちょっと難しいと思うよね。わかんなかったらわかんないですよ。甘やかうん、甘やかし自由に、うん、犬が自由に自由しつけがしつけができてないしつけができてないですか。大きな原因、大きな原因、うん、これは多分分類になると思うね、細かい分類、大きな、ね、多分ね、出てこない、わかります、うん、あのね、大きな原因としては昨今の、しつけ事情が大きく原因してくるのね。それは何かというと、叱らないしつけ、あ、叱らないしつけね、叱らないしつけ、人間と一緒です。そう、叱らないしつけ、そして褒めるしつけ、前は叩いたりリード引っ張ったり威圧的にしたりして、しつけをしたね。で、なおかつ今の犬の家庭犬における事情と昔の家庭犬の事情が大きく違うと、うん、それは昔は外で生活してる、で今は主に室内で生活してる。で、外で生活してると人間のグレーな部分が見えなくなる、見えてないでしょ、しつけに対してルールがないとか甘やかすとか、そういうのないでしょ、外に生活してると、うん、ご飯の時に人が来る、散歩の時に人が来る、関わりってこれだけでしょ、うん、単純に言うとね。でも室内に犬が入ったことによって、ご飯も当然だよね、散歩、それからこのご飯というのは人のご飯も入ってくるからね、人のご飯、犬のご飯、自分がご飯食べてる時も人がいる、ね、人が食べてる時もいるんでしょ、この時問題が起きるよね、俺にも食わせるとかさ、あとは、一緒に寝るとかね、で、室内でフリーにしてるとかね、でフリーにしてる時に例えば下にティッシュがあったり、靴下があったり、ね、こういうものをいたずらします、いたずらに対していけないという人と、可愛いからいいじゃないっていうね、意見が分かれます、犬は混乱します、ね、外から室内に入ってきたことによって犬が混乱する要素がいっぱいになっちゃう、昔はもう関わりがこれだけだから、人間のグレーな部分を見なくていいから、余計な関わりがないからよかったんです。で、なおかつあのたまに来てダメだろ、これやれ、あれやれ、命令するわけ、威圧するわけ、ご飯もらってるからじゃあ言うこと聞くよって、だからね、散歩中やってくれるからじゃあ言うこと聞くよってなるわけね。でもここに複合的なものがいろいろ入ってる、ある人は厳しい、ある人は優しい、ある人はおやつをいっぱいくれるとかね、複合的な部分が出てくるから、犬が室内に入ったことによっていろんな問題が出てくる。で、なおかつ今このしつけが主流になってるでしょ、それは
愛護法とかもあるわけよ、うん、あの虐待すると罰金ですよとかね、あのそういうのがあって、叱らないしつけ、褒めるしつけっていうのが主流になってきてるんだけども、これをみんな勘違いしてる、勘違いしてる。なんでかっていうと、問題抱えてる子っていうのは褒めれないじゃん、褒めようと思ってもね、例えば人が来ました、吠えます、褒めちゃダメだよね。で、吠えてるんだけども叱っちゃいけないの、え、どうすんのこの状態どうしようどうしようって、あーって苦し紛れに出したおやつ、あこれで犬がこっち見て吠えが止まりました、あーあげますよって、これどういうこと、吠えたら吠える、吠えたらイコールおやつでしょ、うん、苦し紛れに出したものが効力を出してしまう、飼い主さん、あ、おやつ出せば止まるんだ、でもどういう状況で出せばいいのかなってなった時に、吠えた時に出したら、おやつを出したら吠えが止まった、これはいいやって、これを連発するわけ。そうすると犬はどういう学習するかというと、吠えたらおやつが出る。だから吠えることをやめないで、それが増幅してしまう、ね、だからこれを勘違いしてる。僕たちの言う褒めるしつけ、叱らないしつけっていうのは、これは暴力、暴力、これは体に対する暴力ね、それと言葉に対する暴力、これをしてはいけませんよと、こうやって叱ってはいけませんよというのが今のしつけだ、ね、じゃあどうやる、でもね、悪いことをしたら叱らなきゃいけない、ね、絶対ね。じゃあどうやって叱るかっていうと、ここ身体的な暴力、言葉の暴力を使わずに叱る、いけないものはいけない、だからノーとかね、いけない、そういう言葉を教えるのと、その時に体をしっかりホールドして、それはいけないんだよということを体と言葉で伝える、ね、でこれが叱るということ、決してこちら側ではない、この3つ